言葉は嘘くせ、そんなの初めの2週間ぐらいのものさ。日本語どうしても勘違いはあるのに、言語が違って分かり合えるなんてあるわけね。平和が俺をイライラさせる、見せかけだけの平和が本当のピースってもっともっと自由なものだろう。それを原則なんて曖昧な言葉で縛りつける、一般庶民はオイラ型には勝てねえ。この世はオイラ型が決めたルールで動いてる。平和が俺をイライラさせる、見せかけだけの平和が、世界共通語だったらいいのにな。かじりかけの英語なんかで理解したかのように思っちゃいけねえ。もっともっと深いところに真実のピースはあるのさ。通訳がついたからって通訳してるかなんて分かりやしねえ。平和が俺をイライラさせる、見せかけだけの平和が。